田島メンター、相談なんですけど、私ってどんな仕事が向いてると思いますか？そうだね。ゆかりちゃんは明るい性格だから、人と関わる仕事が向いているんじゃないかな。性格で仕事の向き不向きってあるんですか？それが全てってわけじゃないけど、ある程度職種に求められる適性と性格は一致している方がいいよね。例えば、人前で話をするのが好きな人は営業が向いているとか、黙々と作業をするのが好きな人はプログラマーが向いているかもしれないよね。なるほど。仕事に求められる適性と性格から相性を考えることもできるんですね。仕事に求められる適性と性格が相性がいいほど、採用する側からしても入社後のイメージが湧きやすいから、採用される確率もアップするかもしれないよね。それは重要ですね。仕事選びをするときに自分の性格を判断材料にするのも一つのやり方ですね。そうだね。この動画を見ている人の中にも、今の仕事が本当に自分に合っているのか、自分に向いている仕事ってなんだろうという疑問を持っている人も多いと思います。そこで今回は、特殊な技能や資格を必要としない、未経験から転職できる仕事を7つピックアップして、向いている性格を解説してみました。2021年をめどに転職を考えている人は、ぜひ参考にしてみてくださいね。私も参考にさせてもらっちゃおう。最初に紹介する仕事は法人営業です。簡単に言うと、企業に対して課題を解決する提案をして受注し、自社の売り上げを作る仕事ですね。この仕事は B2B でビジネスをしたい、対企業相手に大きなプロジェクトを動かしてみたいという人におすすめの仕事です。もちろん営業なので、自分のトークスキルを発揮したいという人にもおすすめですよ。法人営業って聞くと、コミュニケーション能力が高くて明るくて元気な人ってイメージですけど、性格的にはどんな人が向いてるんですか？法人営業に向いてる性格を3つ挙げるとしたら、人の話を聞くことが好きな人、相手の立場で物事を考えられる人、お祭り好きな人かな。ちょっと思ってたイメージと違いました。もっと自分がっていう人がいいのかと思いました。どうしてなのか教えてください。まず、人の話を聞くことが好きな人というのは営業の本質なんだよ。営業というのは無理やり商品を売りつけるのではなく、本来相手のかゆいところに手が届くような提案ができるのが理想的なんだ。つまり、相手の悩みを察して、そこに手を差し伸べられるような提案がいいよね。そうすると、自分の話をするよりも相手の話をしっかりと聞くことができる方が実は大事だったりするんだよ。そして、相手の立場で物事を考えられる人というのも少し似てるね。自分は営業だから商品を売りたい。では相手は？総務部の人だったら経費削減をしたいかもしれない。宣伝部の人だったら最新テクノロジーで自社製品の PR をしたがってるかもしれない。相手の立場で物事を考えると、おのずとやってほしいことも見えてくるよね。そして、お祭り好きな人。言葉だけ聞くとワイワイした人というイメージを持つかもしれないけど、そうではなくて、ここで言いたいのは、熱意を持ってクライアントの課題解決に寄り添える人という意味です。クライアントと一緒に二人三脚で何かを進めるときに、熱意を持ってリードしてくれる営業は、やっぱりクライアントから重宝されるよね。営業にとって大事な信頼を得られるのが、このような義務の精神を持つ人なんです。ちなみに、法人営業を仕事にしたいと思ったら、どうするのが近道ですか？転職サイトに登録して、キャリアアドバイザーに相談するのがいいだろうね。もちろん、自分で企業を検索してエントリーしてみるのもいいと思います。続いて紹介する仕事は、システムエンジニアです。いわゆる SE ですね。システムエンジニアの仕事は、システムの設計、開発、テストなど多岐にわたり、開発工程の中では0から1にする上流工程と呼ばれる部分を担う仕事です。システムエンジニアってパソコンの前で難しいことをしているイメージですが、文系の人でもなれるんですか？確かにそういうイメージもあるかもしれないけれど、システムエンジニアは文系でも勉強したらなれる職業だし、何より実力次第ではフリーランスになって自由な働き方ができる仕事だから、これから様々な分野でデジタルトランスフォーメーションが進んでいく中で、とても重宝される仕事だと思うよ。システムエンジニアに向いてる性格を3つ挙げるとしたら、新しいことが好きな人、知識を得ることが好きな人、粘り強い人かな。それでは具体的に解説していきます。まずは、新しいことが好きな人です。IT 業界はまさに大変化の真っ只中です。皆さんも耳にしたことがあるかと思いますが、デジタルトランスフォーメーションです。DX と略されることが多いこの言葉は、簡単に言うと、あらゆることをデジタル化することです。例えば、これまで街の本屋でしか本が買えなかったのが、いつしかネットでほとんどの本が買えるようになり、そしてついには紙ではなくデータで書籍を読む時代になりました。このように日常をデジタル化していくことを DX と言います。つまり非常に範囲が広いのです。そのため次々に新しい技術が誕生します。例えば AI を使ったデータ分析や IoT による工場の自動化などが注目されていますが、今後 AI や IoT に加えてさらなる技術革新が起こると予想されています。そんな業界にいて次々に起こる変化を新しくて楽しいと受け止められるような人にとってシステムエンジニアはまさに天職と言えるかもしれません。続いて知識を得ることが好きな人です。これも今の話に近いですが、DX により激減する IT 業界では次々に常識と基準が変化していきます。今は一般的なスキルが次の年には全然使われなくなっているということもあります。その度にまた一から勉強し直しになることもあるでしょう。でもその勉強を新しい知識を得て成長する機会と捉えられる人はシステムエンジニアに非常に向いていますし、自分の知識を応用して何かビジネスをすることもできるかもしれません。最後は粘り強い人です。システムが一発で何の不具合もなく動くことはほぼありません。検証しては修正の繰り返しでシステムは完成していきます。その過程を楽しみながら粘り強く向き合える人は適性があると言えるでしょう。まさに時代を背負う仕事ですね。ではシステムエンジニアになりたい人はどうすればいいですか？まずは IT 業界やプログラミングの勉強ですね。 IT 業界については書籍や YouTube で手軽に情報を収集できます。このチャンネルでも解説しているので興味がある人は見てみてください。プログラミングは無料で始められるウェブサービスを利用するといいでしょう。効率的に学びたいという人はテックアカデミーの無料体験を試してみるのもいいと思います。続いて紹介する仕事はウェブデザイナーです。今やウェブサイトを持っていない企業は企業として存在しないのと同じくらいに、どこの企業もウェブサイトを持つようになりました。つまりビジネスにおいてウェブサイトはもはや必需品と言ってもいい存在です。そのためウェブデザイナーは今後も引き続き引っ張りだこの存在になることでしょう。もちろん実力次第ではフリーランスで活動。さらには会社を立ち上げることもできる職種でもあります。そんなウェブデザイナーに向いてるのはどんな性格の人なんですか？ウェブデザイナーに向いてる性格を3つ挙げるとしたら、ものづくりが好きな人、自分に自信がある人、人の意見に耳を傾けられる人かな。それでは具体的に解説していきます。まずはものづくりが好きな人です。これはデザイナーという職業の特性として、何かを作り続けることが存在意義であり、作るという行為は半永久的に続きます。なのでものづくりが好きであることは大きなアドバンテージになります。 IT 関係の仕事では時としてとんでもない量の大量発注が発生することがあります。ですがそんな時でもデザインをすること、ウェブサイトを作ることといったものづくりが好きであれば、目の回るような仕事の忙しさも充実感に変換することができ、楽しみながら仕事をすることができることでしょう。ものづくりが好きな人にとってウェブデザイナーは天職の一つと言えるかもしれません。続いて行動に意味をつけられる人です。ウェブサイトのデザインの発注は時として非常に抽象的なことがあります。クライアントからの要望が爽やか系でかっこよくだけだった場合、あとはその意向を汲み取ったデザインを提案するしかありません。そんな時になぜ直線的な線にしたのか、なぜ青をメインの色使いにしたのかなど、一つ一つの表現に理由をつけられるとクライアントも決断がしやすいです。最後は人の意見に耳を傾けられる人です。デザイナーである以上、自分のデザインにこだわりを持って自信満々に提案することは大事です。しかし一方で請け負った仕事である以上、クライアントの要望を聞くことも忘れてはいけません。自分の仕事を否定されることもあるかもしれませんが、そんな時でも冷静に人の意見に耳を傾けられる人はクライアントから信頼されるウェブデザイナーになることができるでしょう。そして提案することが大事なんですね。ではウェブデザイナーになりたい人はどうすればいいですか？やはり勉強ですね。システムエンジニアと同様に書籍や YouTube から学ぶといいでしょう。テックアカデミーでもウェブデザイナーとしてのスキルを身につけられる講座を開講しているので、一度無料で体験してみるのもいいかもしれません。続いて紹介する仕事は動画の編集者です。今や動画制作は一つのビジネスジャンルになりました。代表的なのが YouTube 動画ですが、それ以外にも WebCM の動画やちょっとした企業ホームページの動画や商品紹介動画など、あらゆるところで動画が活用されるようになりました。その影響で動画を編集する専業の仕事も成立するようになりました。動画の編集を学べば独立してフリーランスで活躍することもできるので、今注目の仕事の一つです。動画編集者に向いてる性格の人はどんな性格の人なんですか？動画編集者に向いてる性格を3つ挙げるとしたら、動画を見ることが好きな人、集中力のある人、マイペースな人かな。それでは具体的に解説していきます。まず、動画を見ることが好きな人です。普段から動画を見ることが好きな人は、実は動画編集者に非常に向いてます。なぜなら、見た動画の数だけ、頭の中に編集パターンのストックがあるからです。最初は技術が追いつかなくとも、いずれ技術が身につけば、自分のイメージした世界を編集することができるようになる素質を決めています。次に、集中力がある人です。動画編集者に来る依頼の多くは、YouTube 用の動画か、短い WebCM 用の動画です。これらは同じ映像制作でも、テレビ番組やテレビ CM と比べると、1件あたりの単価が安い傾向にあります。そのため、集中して短時間に仕事を終わらせることで、仕事の時間単価を上げる必要があります。集中力がある人は、ある意味、動画編集者として稼げる人と言えるでしょう。最後は、マイペースな人です。動画編集者は自宅作業になることが多いので、一日中誰とも喋らずに終わることもよくあります。それでも自分のペースを崩さずに楽しみながら動画編集ができるような人は非常に素質があると思います。なるほど。では、動画編集者になりたい人はどうすればいいですか？まずは真似から始めてみるといいでしょう。自分の真似したい動画を見つけてやってみるんです。Google 検索や YouTube を使えばやり方は出てきます。そうして、ある程度の表現やアイディアが自分の中でストックされたら、クラウドソーシング系のサイトに多数の案件が掲載されているので、挑戦してみるのもおすすめです。安定した収益を上げたいのであれば、映像制作会社を受けてみるのもいいと思います。続いて紹介する仕事はライターです。ライターは昔からある仕事ですが、ウェブサービスの広がりにより、活躍の場は現在進行形で広がっています。例えば、ニュースサイトのライターや、スポーツや恋愛といったエンタメ系サイトのライター、企業ウェブサイトの文章を書くライター、中には、クラウドファンディングの募集テキストを専業にするライターまでいます。もちろん、紙媒体の仕事もあるので、ライターになるだけなら、比較的簡単になることができます。ライターに向いてる性格の人は、どんな性格の人なんですか？ライターに向いてる性格を3つ挙げるとしたら、好奇心旺盛な人、間違いが許せない人、柔軟性の高い人かな。それでは具体的に解説していきます。まずは、好奇心旺盛な人です。基本的にライターは依頼されて初めて仕事が成立する仕事です。最初のうちは依頼される仕事を選ぶことはなかなか難しいかもしれません。そんな時、自分が興味がない分野でも楽しんで書くことができるのは好奇心が旺盛な人です。興味はなかったけど、この原稿を書くことをきっかけにもっと知ってみたい、もっと調べてみよう、そう自然に思える人はライター向きの性格と言えるでしょう。次に、間違いが許せない人です。ライターは紙媒体でもウェブ媒体でも公に出す文章に責任を持たないといけません。つまり、書いた内容に間違った情報があってはいけないのです。間違った情報を記事にしないためには、正しい情報を把握し理解する必要があります。間違いが許せない性格の人は自分の原稿の正確さに自然とこだわりを持てるので、知らずのうちにフェイクニュースに加担してしまうようなことはないでしょう。最後は柔軟性の高い人です。ウェブデザイナーと同じくライターもクライアントありきの仕事です。そのため、あなたの目指すところとクライアントの求めるものが違った場合、クライアントの要望に合わせる必要があります。そうやって柔軟に対応できる人はライターに向いていると言えます。では、ライターになりたい人はどうすればいいですか？ライターは依頼が来ればすぐに名乗れる職業です。まずはいつ依頼が来てもいいように文章力を磨くため、ブログを始めてみるといいかもしれません。クラウドソーシング系のサイトにライター登録してみるのもおすすめです。続いて紹介する仕事は公務員です。公務員と聞くと地方公務員や国家公務員をイメージする人が多いと思いますが、実は一部の公務員以外は仕事に就くための資格は特に必要ありません。例えば地方公務員なら各自治体が実施する地方公務員採用試験に合格すれば晴れて公務員になることができます。臨時募集も多数あるので、実は意外と公務員への道は開かれているのです。不安定な時代だからこそ、手堅い公務員を選ぶというのも一つの選択肢として考えてみてもいいかもしれません。そうなんですね。知りませんでした。では、公務員に向いてる性格の人はどんな性格の人なんですか？公務員に向いてる性格を3つ挙げるとしたら、人のために頑張れる人、コツコツと積み上げるのが好きな人、同じことを正確に繰り返すことが好きな人かな。それでは具体的に解説していきます。まずは、人のために頑張れる人です。これは全ての公務員に当てはまることですね。税金から給料をもらっているという立場上、社会への奉仕を求められるのは仕方のないことです。ただ、それをネガティブに受け止めず、前向きに誰かのために頑張りたいと思える性格の人は、公務員向きだと言えるでしょう。次に、コツコツと積み上げるのが好きな人です。公務員がする仕事の多くは、国や自治体の機能を正常に運営するための仕事がほとんどです。そのため、仕事の内容が大きく変化することはあまりありません。ただ、その中でも、次の世代にバトンを渡すように、自分の仕事をコツコツと積み上げ続けられる人は、適性があると言えると思います。最後に、同じことを正確に繰り返すことが好きな人です。公務員は、基本的にミスをしない前提で組織が作られています。チャレンジすることよりも正確性を求められることが多いので、ゲームをノーミスでクリアすることに達成感を感じるタイプの人は向いていると言えるでしょう。では、公務員になりたい人はどうすればいいですか？ネットで気になる公務員の募集を探してみるといいかもしれません。資格が必要ない職種なら応募してみたら意外とすんなり採用されることもあるみたいですよ。続いて紹介する仕事はコンサルタントです。今回の定義は企業の課題解決を行うコンサルタントです。コンサルタントに向いてる性格の人はどんな性格の人なんですか？コンサルタントに向いてる性格を2つ挙げます。1つは問題解決志向、ポジティブな人です。それでは具体的に解説していきます。まず、問題解決志向です。コンサルタントは問題解決のプロです。クライアントは課題の解決策を求めてコンサルタントと契約をします。論理的思考で徹底的に課題解決ができる人には向いていると言えます。次に、ポジティブな人です。コンサルタントを依頼する人は何かの決断をしようとしていてアドバイスが欲しい人であることが多いです。そんな時、コンサルタントがポジティブな意見を次々にくれたら勇気が湧きますよね。明るい人、ポジティブな性格の人はコンサルタントの適性があると言えるでしょう。では、コンサルタントになりたい人はどうすればいいですか？転職サイトに登録して募集企業を検索してエントリーするのが一番の近道だと思います。それではまとめです。今回は未経験から転職できる仕事をピックアップし、さらにその仕事にどんな性格の人が向いているかを紹介しました。ではおさらいをしていきましょう。今回ご紹介したのは次の7つの仕事です。法人営業、システムエンジニア、ウェブデザイナー、動画編集者、ライター、公務員、コンサルタント。これらは努力次第で未経験でも転職ができる可能性が高い仕事なので、もし気になる仕事があったら、ぜひ一歩踏み出してみてください。きっとポジティブな変化をあなたにもたらしてくれることでしょう。世界はニューノーマルな世界に移行しつつあります。ビジネスも大きく変化しています。しかし変化はチャンスでもあります。変わりたい企業は新たに人を採用することで新しい風を社内に吹かせようとするものです。ぜひ自分の強みをアピールして納得のいく転職をしてください。応援しています。わかりました。ありがとうございます。最後にお知らせです。このチャンネルはビジネスに役立つ情報やキャリアに関する考え方を発信して皆さんの自己実現を応援するチャンネルです。チャンネル登録がまだの人は右下のボタンからお願いします。これで新しい動画が公開されてすぐ見られますね。評価とコメントもしてくれると嬉しいです。少ないと皆さんにとって有益な動画を出し続けることが難しくなってしまうので、ぜひポチッとだけお願いします。高評価でも低評価でも大丈夫です。正直なご意見をください。わかりました。評価とコメントしておきます。次の動画でもよろしくお願いします。テックアカデミーでは初心者でも最短4週間でプログラミングを習得できるオンラインブートキャンプを開催しています。また、現役エンジニアから学べる無料体験も実施しているので、ぜひ参加してみてください。